川越駅は、1895年明治28年3月21日、川越鉄道川越駅として開業しました。後に、国鉄川越線の開設により本川越駅に改称されました。現在は、西武新宿線の駅となっています。本川越駅の駅番号は SS29 です。一日の平均乗降人員は37,498人2020年度であり、新宿線29駅中7番目の乗降人数となっています。現在は蔵の町口、東口です。この通りを5分ほど歩くと、蔵造りの町に着きます。休日は、たくさんの人通りでにぎわいます。西口に来ました。蔵の町口に比べると、人通りはそれほど多くありません。東武東上線川越市駅までは、徒歩約5分ほどです。構内は、東端式ホーム2面3線となっています。本川越駅から脇田信号場までは単線区間となっています。1914年に東上鉄道が建設した高架の橋脚は、レンガ造りで化粧積みがされているところがあり、埼玉県の近代化遺産に指定されています。そのため、線化ができなくなっています。蔵造りの町の一部です。